フリバー・バーローはベリーズの政治家。2008年から2020年まで同国首相、統一民主党代表を務めた。本業は弁護士で、1993年から1998年まで副首相権外相。1998年から2008年まで野党院内総務。2008年、2012年、2015年の総選挙において UDP を勝利に導き、 首相を3期12年にわたり務めた。氏名は、ディーンバローや、ディーンバローとも書かれる。首相時代、日本の外務省では、役職名は、ベリーズ首相兼財務、経済開発大臣とされている。ベリーズのセントマイケルズ・カレッジ、バルバドスのケーブヒルにある西インド諸島大学、ジャマイカのキングストンにあるノーマン・マンリー法学校、マイアミ大学法学校、マイアミ大学で学んだ。 1973年に、おじのディーン・リンドの法律事務所に就職し、1977年に、その共同経営者となった。後に退職し、ロッドウェル・ウィリアムズとバーローウィリアムズ、法律事務所を設立。2008年の総選挙を前に、同法律事務所からも退職したが、名目上は、上級共同経営者に留まっている。バーローの事務所の顧客のうち、 マイケル・アシクロフトと彼が関わるベリーズ銀行やベリーズテレメディア・リミテッドといった事業所との関係に対しては批判も多い。1983年12月、バーローはベリーズシティ市議会議員に当選し、政界入りした。1984年にはカイン・会員コレット選挙区の UDP の候補者に内定したが、同年の選挙区改編により、 クイズスクエア選挙区に配置外となった。次回の総選挙で、バーローは、人民統一党のラルフ・ホンセカを僅差で破り、当選した。その直後、バーローは、第一次、マヌエル・エスキベル内閣から、法務総裁兼外相に任命された。1989年の総選挙では、トマス・グリーンウッドを下したものの、UDP は破れた。バーローは弁護士の業務は続けた。 1990年にカールトンプソンが死去すると、エスキベルの下で UDP の副代表となった。1993年の総選挙で参戦を果たすと、内閣に復帰し、以前の役職に加えて国家安全保障省を兼務した。この時期のバーローは、エスキベル政権で特に目を引く存在だったため、彼に批判的な人からは、何でも大臣と呼ばれた。 1998年の総選挙で UDP はわずか3議席しか確保できない大敗を喫した。この3議席の一つを守ったバーローはエスキベルの公認として UDP の代表権野党院内総務に昇格した。バーローは1974年の会員設立以来最も小さい野党勢力をまとめることになった。UDP の議席数も決闘以来最低であった。 2003年の代表選では弁護士のリチャード、リッキー・ブラッドリーに肉白されながら再選されたが、それ以降は余裕を持って再選されている。バーローは UDP 所属の現職の会議員で、最も在職期間が長いほか、連続在職期間が最も長い選挙区選出議員でもある。現職の選挙区選出議員の中ではただ一人、サイドムサが通算在職期間で、 バーローを上回っている。2008年2月7日の総選挙で UDP が全31議席中25議席を得て圧勝するとバーローは2月8日に首相としての宣誓を行った。ベリーズでは黒人初の首相であった。2月11日には首相の在職兼務を含む閣僚名簿を発表した。2012年の総選挙では UDP は議席を減らしながらも過半数を維持した。バーローは2月9日に第二次政権を発足させ、2月12日に首相の財務、経済開発省兼務を含む閣僚名簿を公表した。2015年11月の総選挙において、バーローは4期連続で UDP を率いることになる。しかし、総選挙に党代表として望むのは、これが、 最後になると公言してきた。2020年7月にパトリック・フェイバーが UDP 代表に選出され、バーローは22年間務めた党代表を退任した。11月11日の総選挙では、新型コロナウイルス感染症の大流行や、経済停滞に対する批判を受け UDP は5議席にとどまり、26議席を獲得した PUP に政権交代を許した。 翌12日に首相を退任。4人の子供がいる。一番上のジャマル、社員はラッパーで、バーローの政治家仲間であるマイケル・フィネガンの姉妹から生まれた非着室師である。次男のアンワーは小規模の有識機関を運営している。娘のディーンは母の事務所から独立して弁護士として働いている。2009年2月7日、バーローは アメリカ合衆国のジョージア州サバンナで長年付き合ってきた友人のキム・シンプリスと二度目の結婚をした。マニは娘のサリマがいる。ありがとうございます。